イグジット、兼近大樹が、8月11日配信のアベマプライム、アベマで人命救助体験を語った、もし突然目の前で人が倒れたら、のテーマで、兼近は、電車の中で女性が急に倒れたことがある。意外と周りの乗客がわたわたしていて、僕しか動いている人がいなかった、と告白。救助方法がわからないので、とりあえずでかい声を出して、誰か何かやってください、と叫んで、SOS ボタン、車内非常ボタンを押しに行ったら何人かが、救助を、やっていた、と振り返った。後日談として、DM で、あれは私のお母さんだったんですけど、無事でした、と届いた。ずっと心配で、その後どうなったかと怖かったので、本当に良かった、と打ち明けていた。同番組で AED、自動体外式除細動器の使用方法を学んだ凛太郎。さんは、AED は音声で使用方法を案内してくれるので、僕でもできる気がする。今日学べて良かった、とコメント。兼近さんは、子供の職業体験所で救命医の仕事を教えていたことがある。自分もよくわかっていないのに、子供たちに AED を教える仕事をしていたので、もっと知識をつけてから教えたかった、と話していました。芸能ライター。